荒川ア,アンダーザブリッジは中村光による日本の漫画作品。本校では同漫画作品を原作とするテレビアニメ版、実写ドラマ版、その映画版についても記述する。2004年よりヤングガンガンで各号連載。月刊ガンガンウィングに連載されていた中村工房のキャラが多数出演している。タイトルは荒川トレッドホットチリペッパーズの曲。 アンダーザ・ブリッジに由来。作者、中村光の産休に伴い、ヤングガンガン2011年16号を最後に、救済していたが、2012年8号より、連載再開。累計発行部数は600万部。2015年7月3日、ヤングガンガンナンバーワン4をもって完結。テレビ、東京ほかで2010年4月から6月まで、テレビアニメ第1期。 同年10月から12月までテレビアニメ第2期がそれぞれ放送された。また、TBS 系列で2011年7月から9月まで実写ドラマが放送され、その映画版が2012年2月に公開された。主人公、死の休業は世界のトップ企業社長の温蔵氏。幼い頃から父に他人に借りを作るべからずと教えられ。 その教え通りに仮を作らずに生きてきた。しかし、ひょんなことから溺れかけた際、荒川河川敷に住む自称金星人のニノに命を救われる。命の恩人という、あまりに重すぎる仮。その恩返しとしてニノが行に要求したのは、私に恋をさせてくれないか、ということだった。こうして行は、ニノの恋人となり、自身も橋の下で生活することになる。 荒川の橋下では常識から外れた人々がたくさん住んでいた。今日はリクルートという名前を与えられ、橋本の住人の一人として暮らすことになる。声はテレビアニメでの声優を示す。雑誌に掲載されたカラー4ページを収録。2005年8月25日 ISBN4 から757514816表紙は2の。 2005年12月25日 ISBN4 から757515766表紙は星。2006年5月25日 ISBN4 から757516835表紙はシスター。2006年12月25日 ISBN4 から757518366表紙は、市の宮関。 2007年5月25日 ISBN4 から757520182表紙は村長。2007年12月25日 ISBN978 から4から757521629表紙はマリア。2008年5月25日 ISBN978 から4から757522671表紙は白。 2008年12月25日 ISBN978 から4から757524309表紙はピーコ。2009年10月25日 ISBN978 から4から757526860表紙はラストサムライ。2010年4月24日 ISBN978 から4から757528581表紙は ステラと顔のはっきりしない6人。2010年10月25日 ISBN978 から4から757530379表紙は高江てるまさ。2011年7月25日 ISBN978 から4から757532977表紙はビリー。 2013年4月25日 ISBN978 から4から757539457表紙は、鉄人兄弟。2014年5月24日、ISBN978 から4から757541566表紙はジャクリーン。2015年11月20日 ISBN978 から4から757547902表紙は、死の休業。 なお、主人公であるにもかかわらず陸は、最終巻に至って、ようやく表紙を飾ることになった。このことは、カバー裏で毎回ネタにされている。2010年4月4日から6月27日まで、テレビ、東京他で放送された。本放送終了後、系列外の美和子放送や、鹿児島テレビでも放送された。 2009年8月9日のヤングガンガンフェスでアニメ化が発表され、同年12月発行のヤングガンガン2009年24号2010年1号の合併号で2010年4月から放送されることが明らかにされた。2010年4号では主要キャラクターの声優の名前が本編中のキャラクターのジャージにさりげなく書き込まれているという異例の方法で発表された。 第14回文化庁メディア芸術祭アニメーション部門審査員推薦作品2010年6月27日の第1期最終回放送後に第2期の制作決定が告知され同年10月よりテレビ東京他にて放送されたこのアニメ終了後2012年1月8日開始のアクエリオンエボルまでテレビ 東京日曜深夜一時代後半枠のアニメは1年間中断となる。2010年4月19日から12月27日まで、テレビアニメの放送に合わせ、ウェブラジオ、荒川 FM が、オトセンで、各週月曜日に配信された。全19回、飯塚健の監督、脚本により、テレビドラマが毎日放送制作で2011年7月より9月まで、 tbs 系列を中心に放送された。またテレビドラマと同じキャストスタッフによる映画、荒川アンダーザブリッジザムービーが2012年2月4日から公開された。主要人物荒川河川敷住人大財閥氏の宮グループその他のキャストキャッチコピーは、カッパはお金じゃ買えないものを教えてくれた。そして僕は金星人に恋をした。 スタッフ主題歌放送リストネット曲ブルーレイボックス、DVD ボックス以下の内容は、ブルーレイボックスと DVD ボックスで共通インターネット配信テレビドラマ版の劇場作品であり、テレビドラマと同キャスト。監督は、彩り恋の飯塚県で自ら脚本も手掛ける。テレビドラマは短編形式であったが、映画ではドラマチックなテーマに取り組んでいる。キャッチコピーは、 宝物は、きっと、ここにある。全国172スクリーンという小規模公開ながら、2012年2月、4、5日の初日2日間で、公衆後、856万700円、動員4万2913人になり、映画観客動員ランキングで、初登場第8位となった。スタッフ原作テレビアニメ版テレビドラマ版映画版。 荒川アンダーザブリッジザムービーに関するカテゴリー、ありがとうございます。